シェリー、俺は引きこもりすぎてこんなとこにたどり着いた。シェリー、俺は怠けすぎたのか就職活動もやめちまったけれど、シェリー、あの頃は夢だった、社会人を目指してた俺だけど、シェリー、お前の言う通りゴミか虫かわからない暮らしさ、実家で怠ける俺のくるぶしを、時には金属バットで殴ってる。シェリー、優しく俺に金をくれ、そしてマジで養っておくれ、お前の金が全てを包むから。シェリー、いつになれば俺は働けるのだろう。シェリー、首をつれば俺は楽になれるだろう。シェリー、俺は向かうサラ金の窓口へ。ででででで、残念ながら2番もございます。ででででで、シェリー、見知らぬところで舌打ちをされたらどうすりゃいいかい。シェリー、俺はごくつぶしだからお前みたいに働ける気がしない。シェリー、職を求めるならば面接も恐れやしないよね。シェリー、実家でこもるなら家族なんかしかとすりゃいいよね。ひたすら怠ける俺の生き様を、時には涙をこらえてなじてる。シェリー、税金など払いたくない、俺は気違いなんかじゃないから、俺は職案へと歩いてゆく。シェリー、俺はうまく歌えているか、俺はうまく笑えているか、俺の笑顔はキモくはないかい、俺のブログは荒れていないかい、俺はまだバカと呼ばれています、俺は家族に恨まれています、俺に働ける資格はあるか、俺は決して間違っていないか、俺は親戚にも嫌われたかい。シェリー、いつになれば俺は働けるのだろう。シェリー、首をつれば俺は楽になれるだろう。シェリー、どこに行けば俺は首を吊れるだろう。シェリー、いつになれば親が土に帰るだろう。シェリー、俺は向かう自己破産の手続きへ。